今日は身につけるもの、また持ち物、そういった言葉について勉強していきましょう。まずはみんな着ているもの、服という漢字から書いていきます。服は漢字一文字で書きます。はい、左に月と書きます。はい、これで服です。では服という漢字を勉強しました。ジャケット、ジャンパーなど、シャツの上に羽織るもの、それを全部日本では上着と言います。上に着るものという意味です。以前上という字を勉強しました。この字を使っていきます。これは上という漢字ですが、下に何か漢字が来るときは上という読み方に変わることがあります。上、書いていきます。はい、これ上という字ですね。そして下は着るという字を書きます。はい、これで上着です。はい、上着。では次は頭にかぶるもの、帽子。帽子についても書いていきましょう。漢字二文字で書きます。はい、これで帽、これでしです。これで帽子。はい、帽子。では目が悪い人が使うもの、メガネ。メガネも漢字二文字で書きます。まず左側に目と書きます。これ一つだけでも目、これ全体でも目と呼びます。メガネという漢字はこちらの全体の目という字を使います。そして下も書いていきます。もう少し書きますね。はい、この下の漢字はこの文字一文字だと鏡という意味です。二つ合わせてメガネと読みます。メガネ。はい、メガネ。メガネの次はこれ、時計。時計を書いていきます。漢字二文字です。
これは1時、2時、3時、時間の時という字です。そしてもう一つ、左を書いて右も書いていきます。はい、これで時計です。上は時間、下は測るという意味の漢字です。時間を測るで時計です。では次は指輪。漢字二文字で書いていきましょう。はい、これで指です。そして下も書いていきます。はい、これで輪、これで指輪です。では次は手袋。まず手と書きます。そして漢字二文字で下も書いていきます。はい、これが袋という字です。二つ合わせて手袋。出かけるときに忘れてはいけないもの、財布。財布と書いていきましょう。漢字二文字です。まず左側に貝と書きます。昔は貝殻がお金として使われていたということから貝という字が入ってきます。右側も書いていきましょう。下も書きます。下は布という字です。これで財布です。はい、財布。雨が降っているとき、また降りそうなとき、持っていかなくてはいけません。傘、漢字一文字です。傘という字、人という字を四つ書きます。これで傘です。足元、靴を皆さん履きますね。靴という漢字も覚えていきましょう。靴は漢字一文字です。左側は革という漢字です。そして右は変わるという意味の漢字を書きます。革が変化してできたものが靴です。靴。靴の中に
履くもの、靴下。上と下という漢字を習いました。この靴という漢字の下に上下の下を合わせて靴下と読みます。靴の中に履くのに靴下、日本語は面白いですね。